皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。はい、しずちゃんは戸隠神社行ったことありますか。はい、あります。奥の院まで。はい、結構、はい、ヘトヘトになってもうダメだと思ったらつけたみたいな感じの、はい、思い出があります。はい、4月に諏訪大社に行って、その後で戸隠神社の方にも行く機会を与えられたんですけれども、戸隠神社っていうのはもともとその廃仏毀釈の時に結局は修験で神仏集合の場所だったんですけれども、そこがですね、明治維新で結局戸隠さんはもう神社にしてくださいっていうことで、今までのその仏教的なもの、例えば仏像とか、そういうものは全部本当廃棄、壊さなきゃいけないっていう時に、やはりそのずっと信仰してきた仏像を壊せなかったんですよね。それで仏像を埋めたりとか隠したりして廃棄されるのをね、壊されるのを免れた秘仏たちが今いろいろとこう発見されていて、で戸隠さん、九頭竜さんっていうね、しずちゃんもヘトヘトになりながら一番上まで上がって、はい、一番上の御祭神、奥の御祭神は戸隠っていうね、その天の岩戸の扉を田地からの御事様がブーンって投げて、でその投げた扉が落ちたところが戸隠だっていうふうな伝説がありまして、だから一番上は田地からの御事様がお祭りされてるんですよね。だけどその脇に九頭竜神社っていう神社があったんですけど、覚えてないかな。なんとなく、はい、こっち側にとこっち側の、ね、そうそう、2箇所にね、はい、ありましたよね。そしてその今回その廃仏毀釈の時に隠されていた秘仏、九頭竜弁財天様が使って、でしかも国宝なんかを直す方がですね、結局ものすごく保存状態がきっと悪かったんでしょうね。でそこを修復して、とてもこう美しい、仏像になって蘇ったんです。で、そこにその秘仏にお会いしに行って、でその後実際に九頭竜神社、あるいはその中社と呼ばれる思いからの御事様をお祭りしている神社、お参りをしてきたんですけれども、やっぱりね、九頭竜のエネルギーっていうのを今回、肌で感じて、すごいパワーだなと思いました。九頭竜さんといえばね、京都にも一社北の方にありますし、それから有名なところは箱根の九頭竜神社があります。で、私はやっぱり九頭竜さん、九頭竜弁天っていうふうに呼ばれているのは、弁天さんでもあり、九頭竜のパワーを双方備えた神っていう考え方なんですね。だから九頭竜さんと弁天様が別々の存在というよりは、その双方の側面を持ったエネルギー体が一つになったのが九頭竜弁天っていうふうに私は思っていて、で諏訪の時も思ったんですけれども、古事記に登場される、ね、神様カードの神々がその大地にいらっしゃる前の、それこそ大元のその大地のエネルギーって言いますか、元々のその大地の神々がお祭りされていたんですよね。そこで後から田地からお様であったりとか、竹水方の神様だったりが新たにお祭りされるという形で、戸隠の九頭竜神社はまさにその大元の戸隠連山ってね、本当に確かに見るとこう竜の背中みたいなんですけども、大地のエネルギーそのもの、もともとは水を司る神 で, で
その大地の水を降らせたり、あるいは洪水を止めたりっていう、そういう力を持つ神様なんですけれども、水だけじゃなくて本当にその大地そのものっていうか、大地をめぐる水のパワーと、戸隠蓮さんのもう本当にそのレムリアの時代からの司ってきたエネルギー体といいますか、そのエネルギーを本当に肌で感じました。で、九頭竜の九っていうのは、まあ、箱根なんかではね、9つのその頭を持って、体は一つの竜っていうふうに言われているんですけれども、私が直接体感した限りはですね、9つの首というよりは、9という数字が持つその一番ね、1から9までの最高の数字という形で、最もパワフルなその9つの、まあ、側面を持った一つの、まあ、大きなエネルギー体っていうような、そんなイメージだったんですね。でも、その実際にお目にかかった九頭竜弁財天様、秘仏は本当にこう小さいんです。こじんまりされていて、私ほら鎌倉の銭洗弁天の回し物だと思われるぐらい、銭洗弁天の宣伝もしてるんですけど、宇賀神神社っていう、その弁天様のここのところにいつもその鳥居があるの知ってます？で、その鳥居のですね、その真ん中にお顔が、まあ、男性だったり女性だったりもするんですけど、今回の九頭竜弁財天様は男性のひげを生えた男性のお顔で、体が蛇、蛇体なんですね。で、その宇賀神様を頭に乗っけていて、でその宇賀神そのものが九頭竜って、その竜の蛇と竜っていうのは同一視されていたりするので、なのでその竜のパワーと弁財天様の本当にそのやっぱり慈悲慈愛、その優しいその女性の女神のエネルギー、水の女神のエネルギーと双方を感じる仏様でした。ですからね、申し上げたいのは、九頭竜さんとつながる時にですね、私が感じたのは、私たちの体に直接影響する、まあ、特にその潜在意識や深い潜在意識に直接その共鳴するエネルギーだなと思ったわけです、うん、なのでね、今日はその九頭竜さんのパワーとちょっとこうつながっていただいて、うん、で自分の潜在意識から本当にまあ不要なものを解放し、本当にその潜在意識を持つ強烈な生命力みたいなものとつながる瞑想をね、皆さんとちょっとしてみようかなと思います、はい、じゃあ準備よろしいですか？これから瞑想しますので、はい、姿勢を整えて背筋をスーッとこう伸ばしていきましょう、はい、それでは目を閉じます。まずはピュアなエネルギーを全身から吸い込んで、ゆっくりゆっくり口から吐いていきましょう。腹式で呼吸します。どうぞ、鼻から吸って口から吐く、細く長くゆっくり吐くという、古神道の呼吸法、いぶき長与の呼吸法をご自身でしばらく続けてみましょう。息を吸う時には全身から純粋な気を吸い込むイメージで、そして体の中の不要なものを、全て吐く息とともに外に解放していきます。ゆっくりと、口から細く長く、ちょうど口笛を吹くような口の形にして息を吐いていきましょう。呼吸を使うだけでも私たちは素晴らしい浄化を行うことができます。日頃の悩みやもやもや、イライラ、すべてを吐く息とともに、あなたの体のエネルギーフィールドの外へと自由に解放していきます。呼吸をしながら、あなたの意識はますます明晰になっていきますが、体はリラックスしてゆったりとくつろいでいきます。
瞑想するときには顎を少し引いて、背骨が天井から本当につる下げられているような、そんな感じで呼吸をしていきます。それではこれから九頭竜様がお祭りされている、九頭竜様が住まう深遠な山奥へと、旅立っていきたいと思います。それでは、鼻から吸って口から吐いている呼吸法を鼻呼吸、鼻から吐く普通の呼吸に戻してください。できれば腹式で深くゆっくりと呼吸していきます。さあ今あなたは九頭竜が祀られている祠に向かって静かな山の中の山道を歩き始めてください。その山道は高い木々に囲まれ、そこはとても静かです。山道を歩くあなたの足音が聞こえていきます。ゆっくりと山道を歩いていく自分の足を感じてください。五感を開いていきます。耳を澄ませるとどんな音が聞こえますか？風は吹いていますか？どんな香りがするでしょうか？今あなたが歩いていく道は少しずつ上り坂になっていきます。坂道は少しずつ急になっていきますが、歩きにくい道ではありません。耳を澄ませるとどこからか水が流れる音がしてきます。しばらく歩いていくと、それはあなたが歩く道の脇を川から流れてくる川の水の音だということがわかります。さあ少し左側を見てください。そこには素晴らしい清流が爽やかな音を立てて流れていくのがわかります。その気持ちのいい川の流れの音とともに、あなたはさらに山の奥へと進んでいってください。少しずつ道は急になっていきます。そして山はさらに神聖なエネルギーを帯び、さらに深くなっていきます。どこからか大きな滝の音が聞こえてきます。そばに滝があるようです。左側を見ると川の流れはさらに急流となり、水が激しく水しぶきを上げて流れていくのがわかります。さあ滝の音、水の落ちる音が大きく聞こえてくる方に向かって歩いていきましょう。しばらく行くと急に目の前が開けて、目の前に荘厳な素晴らしい大きな滝が姿を現します。さあ大きく息を吸って、その神聖な滝の領域へと入っていきましょう。滝壺に近づいていってください。滝壺に行く道も平らかで、そしてあなたは滝のすぐそば、滝壺のすぐ縁まで近づくことができます。見上げてください。さあ高いところから無限に豊かな水が落ちてきます。それはまるで天から降り注ぐ神聖な水のようです。そして見上げると、その滝の脇に
神聖な祠、そんなに大きくはないのですが、祠が立っているのが目に入ります。その祠にお祭りされているのが、この水を、そしてこの大地を司る九頭竜様の祠です。さあ、滝壺に近づいて、あなたのところに水しぶきが降り注いできます。気持ちがいい水を浴びてください。あなたの髪を、そして体を、その九頭竜の水のしぶきがあなたを清め、浄化してくれるのを感じます。さあ、滝のそばに行ったら、九頭竜様を見上げて、祠に向かって二礼、二拍手、そして九頭竜様にご挨拶をした後、さあどうぞ私のもとに来てくださいと伝えましょう。そして心の目も閉じてください。そして九頭竜様があなたの方へとどんどんエネルギーが近づいてくるのを感じます。さあ、あなたの感覚でその九頭竜様のバイブレーションを感じてください。さあ、もうあなたのもとにやってきたその強大なバイブレーション、振動を感じてください。さあ、その振動とあなたの体が共鳴を始めます。仙骨、尾底骨のあたりからその振動があなたの全身に広がっていくのを感じて、あなたの細胞が九頭竜神のバイブレーションとともに振動していきます。そしてあなたの深い潜在意識、あなたが今まで気づかなかった心の領域までその振動が響き渡るのを感じてください。意図的にあなたの心の地下室を解放していきましょう。幼い頃に体験した、そして思い出したくない、思い出すと辛いから気づかなかった傷やあざ、あるいは何も考えずに鵜呑みにしまった、鵜呑みにしてしまったあなたに対して、あなたを制限する信念のエネルギー、さあちょっとあなたの内側深く深く潜在意識まで入って、さあその振動を全身で感じてみてください。そしてあなたが本来のあなたになるのに邪魔をしているエネルギー、信念、傷、ブロック、それらが九頭竜のすごいバイブレーションとともにどんどん外され、自由になり、あなたの体のエネルギーフィールドの外へと解放されていくのを感じてください。さあ、しばらくその解放を感じていきます。もしあなたの中に何かイメージが湧いてきたら、解放したいと思うイメージが湧いてきたら、どんどん解放していきましょう。寂しさや孤独感、悲しみや怒り、もう十分味わっています。さあ、どんどん解放していきましょう。味わい、感謝し、解放してください。九頭竜のエネルギー、そしてもしあなたの意識がお姿を感じられるなら、九頭竜神の姿も感じてみましょう。同時に九頭竜の住まうその滝のしぶきを感じながら、その水のエネルギーがあなたの中を流れ、さらなる浄化を進めていきます。さあ、どこか硬いところがありませんか？どんどん柔らかくなっていきます。あなたが柔軟に自由になっていきます。
蓋をしているところがあったらどんどん蓋を取っていきましょう。ハートを開いて意識を開いていきます。竜と共に歌ってください。竜と共に解放してください。そして竜のパワフルなエネルギーをあなたのパワーと共鳴させていきます。あなたの内なる竜も目覚めていきます。深く呼吸して竜神のエネルギーと共に共鳴します。あなたの内側にクリアな光が生まれてきます。穏やかな光です。そして今あなたは九頭竜に心からの感謝を捧げます。浄化された自分自身のエネルギーをゆっくりと呼吸しながら、九頭竜様のもう一つの側面である弁天様の優しさと愛と慈悲を呼吸してください。リラックスします。それでは九頭竜様、そして弁天様に心からの感謝を。それではもう一度閉じている心の目を開いて、九頭竜様がお祭りされている祠に向かって、さあもう一度ゆっくりと一礼をします。ありがとうございました。そしてリニューアルした自分の爽やかなエネルギーを呼吸しながら、その竜の滝を後にします。ゆっくりと元来た道を歩き始めてください。道を歩きながら、この深い神聖な森に住まう精霊たち、精霊たちにも心からの感謝をしながら、心に深く喜びと感謝のエネルギーを感じながら、あなたの今いる今の肉体のあなたの部屋へと戻っていきます。さあ自分の今の体を感じてください。今の座っている腰を感じて、手や足を動かしてください。それではもう一度九頭竜様と弁財天様に心からの感謝を捧げて、ゆっくりと目を開けてください。それでは九頭竜神の瞑想をこれで終わります。